生と申しまますす一席お付き合い願い願今からお話しするのは夢の酒酒といいますとお客様の中で思い浮かべるものは何でしょうかビールワインハイボールカクテルいろんなお酒がございますですが落語の世界では日本酒のみ足しなんております日本酒にも飲み方が2種類ございましてまずは1つ日本酒を温めて飲む缶お缶と呼ばれている飲み物や そして冷やというものがございます。今では冷蔵庫に入れて冷やすもの、冷酒を冷やとして呼ばれていますが、落語の世界では常温のまま、そのまま飲むということを冷やと呼ばれています。が、そんなお話でございまして。あら、よく寝てらっしゃるんだから、もう、あなた、起きてくださいよ。もうしょうがないんだから、あなた。 起きてくださいよああってそっからねもう,もうちょっと。<laughs> なんだお花かお花かじゃありませんよ。あなた店の方で若い人のみんなでわって大きな声で笑って一体どんな面白い話があるんだろうと思ってお聞かせいただきたいと思ってたらあなた奥へ来るとすぐ横になってしまわれるんですからもう私つまらないわ。なんだよつまらないとのはえー 私はね太鼓持ちじゃないんだよお前の機嫌を取ってどうしようってんだよいい心持ちで寝てたのにな出し抜けに起こすやつがあるかもう風邪をひいたらいけないと思ったからお起こししたんですよそれだったらさ薄いものをかけてくれるとかもういきなり起こしてこれからって時に あなた何ですかこれからって時に言ったあなたなんか面白い夢かなんかご覧になってたんでしょで私が起こしたもんだから急に怒ってあなたどんな面白い夢ご覧になってたんですか話してくださいよもうケチねなんだよケチってのいや話してもいいんだがなお前はすぐにその怒るからまあよと人が見た夢の話を聞いて怒る人がどこにあります そうかい怒らないかい腹は立てないねああそうかいそれじゃあ話してやろうかなああ,あなんだか知らないね妙にねはっきりとした夢だったんだよまあ、とにかくね私が向島へ用達しに行ったと思いなそこでね途中まで行くってえと黒い雲が出てきていやーこれはいけないなーと思ってるうちにぽつりぽつりと来た こっちは傘を持ってない小間けたた。いや、どうしようかと思って前へひょいっと向いていくと、軒が長く、長く出して、おつなこしらいなうちがあったもんでね、いや、これはありがたいなーと思って、その軒下に飛び込んだ人し違いに、ずーっと夕立ちだ。いや、これは助かったと思ってね、しばらくそのうちに雨宿りを決め込んだんだよ。そしたらね、女中さんが出てきて、あの、そちらにいらっしゃる方、 そこでで、雨がかりりますのでどうぞ、中へお入りください。あのあらそちらにいらっしゃるのは大黒屋の若旦那じゃございませんかってんでさあ私のこと知ってんだよ。女中さんが あなたのことをご存知なんですか、うん、ご心臓さんあな,をあなたがあなたが指示を大わさをしている大国屋の若旦那さんがいらっしゃいましたよって奥へ声をかけるってうとあらそうかいって出てきたご夫人の姿を見て驚いたああこれはいい女だってね、うん、年の頃は26しかな色の抜けたように白くて鼻筋のいい目元の筋鼻筋の通った これが本当の美人でったろうね。ああ、美人だったな。<laughs> そのご夫人が出てきてね。あら、大黒屋の若旦那じゃございませんか。あなたの大噂は主従、これとしてるんですよ。まあまあまあ、そこにいらっしゃるとしぶきがかかりますから、どうぞ、うちはお上がりください。だけ何をしてるんだい。早く若旦那のお手を引いてってんでさ。私女中に手引かれて打ち上がったんだよ。あら、つづし。あなた。 そんな知らないお宅に上がったんでございますかああ、うん、手引かれたからね。え、うん、そこで上がったらよ。酒、魚が運ばれてきて、一杯いかがあってんで、ご心臓にお酌をされたんだよ。あなた、そのお酒、まさか飲んだんじゃないでしょうね。おお、ん、断ったよ。うん、ご心臓、誠に申し訳ございません。 あたしの親父というものは三度の食事より酒が好きでございまして、さがれのあたくしは部長法で酒が飲みません。ですので、ここはご勘弁くださいってそう言ったよ。そしたらね、何をおっしゃってるんですか。こんなおばあちゃんのお酒じゃ美味しくないと思いますが、どうぞ一杯召し上がってくださいってんでさ。あら、驚いたね。あれで進め上手ってのは恐ろしいもんだ。 まあそこでチョコをやったり取ったりしてお調子3本が頼んだがなそんなに飲まれたんでございますかあなたという方はそういう方なんでございますうちでは嫌な顔して睨んでそういうところ行くってと飲むんです意地が汚いんですよあなたはそこからどうしたんですか俺話すのやめたいやどうすよだってお前怒らない怒ってはいません 呆れてるだけです。それからどうしたんですかああ怒らないかい本当だねんあ,あ頭が痛くなってきた。あ,あご心臓、申し訳ございません。飲み慣れないものをいただいたもんですから、ちょいと頭が痛くなってしまって、あらそれはいけません。私も無理して進めたもんですから、あらどうしましょう、大丈夫ですかだけ、早く離れ、床を引いてって言うんです。離れに布団を引いてもらったんだよ。 そして私が横になるってとご心臓ご心臓が手ぬぐいなんか絞ったりして解放してくれるしばらくするとやご心臓若誠にありがとうございますおかげで具合が良くなりましたあらそうですかそれは良かった一時はどうなることかと思いましたですが不思議ですねあ若旦那様のお加減が良くなったと思ったら今度は 私が頭が痛くなってしまいましたいや、それはいけません。あ、でしたら、ここをドキますんで、どうぞ、ここへ。い,いえ。それは、若旦那そのままで結構でございます。若旦那がよろしければ、若旦那のその方へ、一緒に入れていただければ。 てね、帯を切り裂いて届くってと思い立つようなひじめんの長島を私の横でスーって生えてきたと思いだ、悔しい。<laughs> お花、大きな声を出すんじゃないよ。おとっちんに聞こえる。なんだ今の騒ぎは。飽きんだなうちに昼日中からギャア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 と。まだ騒いでやがる。もうしょうがない。っ、うん お前たち、もういい加減にしなさい。うちの店に声が聞こえるだろう。女殿、何だろう。奉公に西見じがつかないんだよ。お花も少しは足しなんだらどうだ。<laughs> 申し訳ございません、お父っん。ですが、若旦那があまりにも不行席すぎましたので、ご意見を申し上げたのでございます。せがれが不行席お花 それは聞きずてなりませんよ。うん。どうしたうん。話してみなさい。<laughs> こういったことでございます。わ <laughs> かだんなんか <laughs> 向こう島へ。おたしに言った <laughs>。あ、雨。あ、雨が来ちゃった。お花。話すだとか泣くだとか、どっちか片っぽつけないとわからない。うん。どうしたあ,あ。あこれか向こまへ。あ、陽太市にいった。うん。それで雨が降ったから。雨宿り、うん。 そこから女中さんが出てきて、うん、その女中さんがセガリを知ってる。これをかいああ、お得意さんなんだろうね。うん、それからどうしたうん。ご心臓が出てきて、うちに上がって、酒を勧められて、飲だだ飲んだ。飲んだがかい、はあ、こういうやつだよ。こいつはね うちが晩食をしてるってえと、その横で嫌な顔してになんでる。そういうところへ行くってえと、飲むからあきれたもんだ、まったくお前。ばお前は、どうしてそういうスケベーなんだ、お前は。なんでお前なんでそんなニヤニヤ笑って。お前、女房が泣いて親が怒ってるのお前。いやいや、違うんですよ、お父さん。聞いてください。いやいや、この話はですね、もう、お花、お前はいいかきにしなさい。お父さん、本気にするだろう。 <laughs> お父さん申し訳ございません。あのですね、今の話はみんな夢なんでございます。ああ、いやいや、私がね、あの、仕事が終えましたんでね、ちょっと横になった時に見た。今の話は、花から姉妹ま,までみんな夢なんでございます。<laughs> 夢の話だお花今のは夢だってんがね。 夢の話でございます。いや、夢だってんって言われてもね。夢の中に腹を立てても仕方がないだろう。ですが、お父っさん、若旦那は定めし楽しかろうと思っているから、終始このような夢を見るんでございます。はい。ううんそうだ、うん、お前の言う通りだ。うん、そうだそうだ。お前はバカ、ばカお前とやつは、なんでそういう手数のかから夢を見る。もういい 店へ行ってなさい。あいいから、早く店へ行ってなさい。いいから、私に任せなさい。はい、店へ行った。<laughs> お花。お父っつぁんね、うしい。亭 <laughs> 主のこと、店のことを思っているからこそ、夢の話にも腹を立てる。お父っつぁん、ありがたいと思う。 今のは夢だってんだからここは一つ勘弁してくれまいかなお父っつんにお願いがございますどうしたそんな改まってそのお宅へ伺ってうちのせがれにどうしてそんな不死だらなことをするんだとお小とおっしゃっていただきたいんでございますお花しっかりしなさいよ今のは夢なんだろ 夢のところへどうして私が行くことができるお父っさん、ご存知ないんでございますか淡島様の神の子を申し上げて、誰それの夢のところへ連れてっていただければ、必ず島の子を申し上げますと、そこの夢に連れてっていただけるという。ああ,ああ、その話聞いたことがあるな。わ、うん、かった。それじゃあね。 今晩よーくお願いをしますからね。うん、大丈夫ですよ。よーくお願いしますからね。えーえー、今今いや今はいや。お花。わかるだろう、花。私はね、昼寝なんかしたことがないんだよ。だからね、今晩、間違いなくお願いをしますからね。だから、あの、その。のそのお花、泣くんじゃないよ。はい。 今ね、うん、笑った。今ね、分かりました。あじゃあ、ここで休ませてもらおうかな。ああ、いやいや、大丈夫ですよ。布団なんかいりません。このままで大丈夫ですからね。ああ、大丈夫ですそのままお願いしますからね、えー。はい、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 はい。は驚いたな。おいては子に従えか。<laughs> ああ、はい、分かりました。お願いしますからね。はい。 あわし島大明神様どうかせがれの夢のところへ連れて行ってくださいませあわし大明神様我れ頼む人の悩みの和めずば我れ頼む人の悩みの和めずば我れ頼むはぁ,はぁ,はぁいい心持ちがしてきたな我れ頼む 人の悩みの名を見つけた人の悩みのあらそちらにいらっしゃるのは大古家の大旦那じゃございませんかご心臓さん大古家の大旦那がお見えになられましたよあらお父さんじゃございませんかあ どちらがお宅のあ,あいや最善はせがれがお伺いしましてご迷惑をおかけしました。あ,あい,いえいえそんなことございませんよ。もうすぐ雨が止むっていうのに急にわからんな豪快になられましたからですがよくお越しになられました。どうぞうちへお入りください。それでいっぱいお召し上がってください。あ,ああそうですか。ああじゃあ。 一杯だけいただきましょうかね。何をおっしゃるんですかもうたくさん飲んでくださいまし。あそれ以上、そうさせていただきましょうかね。<laughs> いや私はね、酒と聞くってと意地が汚いんですからね。あじゃあ失礼します。あそれじゃあ、うん、じゃお酒を頂戴いたしましょうかね。はい、かしこまりました。ん何だい火を落としちまった。 あらお父っつぁんこのこったら気が利かないんですよ火を落としちまったみたいでですがやっぱり酒は缶ですよねあそれでは缶をいただきましょうかねん 火を落として。ああ、い,いえい,いえ、構いませんよ。大丈夫です。お待ちしておりますのでね。いやい,いや、構いませんよ。火はああ、火はいただかないんですよ。あまあ、火はね、昔はやってたんですけどね。あれは飲みすぎてしくじったことがございまして。ではもう、それではもう、今は、もうお酒となったらおかん。それで決まってるんでございます。あーいいえ、お待ちしますからね。大丈夫ですよ。まあ、ご心臓の前で言うのもなんですが、酒飲みと言ったら、 カンが待つ間、これが楽しんでございますですから、ああ、いえいえ、大丈夫です、大丈夫です。まあ、私もね、昔は気が短かったんでございますが、今は年を取って気は長くなりましたから、大丈夫ですよ。ええー、お待ちしておりますよ。はいはい。カンはまだですかあカン、カンはま,まだですかああ、お父っつん、申し訳ございませんいや。ここはつなぎにヒアを、ああ、ヒアはいただかないんですよ。ええ、大丈夫ですよ。私は気は長くなっておりますからね。えー、まだですかあ、まだ、ま,まだです でございますここはひをいっぱい。いやいや、ヒやはいただかないんですよ。よお待ちしますから大丈夫ですよ。まだかあまだ、まだでございます。ここはヤをヒやはいただかない。おとっつぁんおとっつぁんあ、ひやはお,お花か。あ、こら、不思議なことがあるもんだな。うちは。